はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員くつだりょうじでございます。熊ゴリラ様、翔吾様、直人様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ちょっとあの検査の後遺症で咳が出やすくなっておりますんで、ちょっとあの低い声を張り上げずに低い声で、やってみようかなーって思っております。抗がん剤治療のためですね、明日朝から入院いたします。動画をしばらくお休みいたします。退院は19日から25日、早ければ19日、遅ければ25日だとございます。副作用が少なければ、あるいはなければ早く退院できるそうであります。副作用はですね、抗がん剤を投入してみないとわからないと。髪の毛は抜ける人と抜けない人がいるみたいなんですけれども、やだな、抜けたくないな。参院選、来年夏の参院選にも響くだろうななんてちょっと思っておりますけど、軽いとええなと思っております。そういうわけで最大ですね、25日まで動画をお休みいたしますんで、あしからずご了承ください。動画休んでる間にチャンネル登録外さないようにお願いしたいところでありますけれども、 NHK 地上波報道、実は今日も病院に、その病院行っておりまして、病院の待合室の NHK でチラッと見たんですけどね、私テレビ持ってませんで、新設された宮古島駐屯地に巡航ミサイル迫撃砲弾消火器弾薬搬入作業を実施しました。どっからともなく現れた小汚い自称島民約60名が騒いだり地面に寝転がったりして搬入作業を妨害しておりました。してみっとですね、今日がね、つうか搬入の日時を知っていたこいつら自称島民ども、普段はまあ本土に住んでるんでしょうけれども、こういう時だけ張り切っていくんでしょうけれども、こいつらに搬入の日時がバレていたということで、工作員が入ってる、浸透してるって思われますね。これ NHK ネット聴取を許さないデモ、池袋には300人集まったのに一切報道しなかったのに、自称島民が60人で全国報道ですか、そうですかという感じであります。しかも昼の一番いい時間にね、ネットの話、台湾有事いよいよだな。宮古島と台湾って近くてですね、すごく、晴れた日には台湾見えるそうです、宮古島からね。謎の自称住民、本当謎だよね、どっからともなく湧いてくんだよね、こういう時だけね。工作員が潜伏しすぎ、スパイ防止法はよう、弾薬があると困る層が日本人のふりをして騒いでいるだけ、弾薬保管地公開すんなよ。あと搬入の日時もう公開すんだよな、軍事機密じゃねえのそれって思いますけどね。反発しているのパだけ、ごもうがわらわら、中共よほどいやらしい。宮古島から尖閣台湾は地対空ミサイルの射程内、中共の艦船は接近すらできん。地上から船狙うのは地対空じゃなくて地対艦ミサイルの間違いでは、何を言っても何をやっても騒ぐから無視で、泥に寝転がってたら火出たらいいんじゃね、弾薬みっちり積んでるトラックで火出たらいいんじゃね、かまごたねえからね。そうすれば次から寝転がらなくなりますよ。災害の時は自衛隊に援護要請する厚かましさ、防衛を妨害する敵同然の平和活動団体とやらをそろそろ始末せよと苛立ちも見られますね。まあ見たとこ15人ぐらいしかいないみたいなんですけど、パーの使用で10倍の150人って言わなかったんだ、
へーって感じであります。日本における平和活動家どもっていうのは中共と韓国政府と北朝鮮の手先、つまり敵側、あですね、敵国の手先であります。スパイと言ってもいいな。やってることは防衛妨害活動、それを無理やりですね平和活動と強弁しているのが実態ですね。何を言っても何をやっても言語は違うんで聞く耳持たず、妨害作業を続けるので問答無用が基地正しいと思いますけれども、駐屯地作って弾薬を置くなって、消防署作って消防署を置くなって同じで尻滅裂ですよね。ほんとバカみたい。火事になるから消防署に消防車を置くなみたいな理屈、病気になるから病院に薬を置くなみたいな理屈、本当にバカみたい。これは信じて寝っ転がってる連中の脳みそを見てみたい。連中はまあ命令でやってるのでその辺の理屈はまあお構いなしですけどね。あいつら単なる作業員、将棋で言ったら歩ですか、チェスで言ったらポーンですか。自衛隊もですね自衛しなきゃって思うんですよね。これ駐屯地にそいつら近寄ってきたらテロリストなんで即射殺でいいと思いますよ。帝国民はそれを許すよ。なんかフェンスにベタベタ変なリボン巻きつけたり嫌がらせしていくみたいなんですけど、中にはですねカッターの刃とか取り付けたりなんかして、それを撤去しようとする人が手切るように仕向けるっつう、なんだそれ、エースを狙えかって、エースを狙えの音羽さんかっていう、上履きにカミソリの刃なんか入れて、そういうような陰湿な邪悪なですね連中もいるみたいであります。手怪我するのはかなりの確率で日本人でしょうから、まあ日本人ではないんだろうな。日本人が傷ついていいと考える日本人はあんまりいないでしょうからね。築地の朝日本社にもですね、 NHK 渋谷本部にでもですね、日本人を殺して回るための武器弾薬を隠してそうですね。一回ガサ入れしてくんないかなって私思っております。産経富士調査、立憲支持者に聞きました。立憲を支持している連中、今はもう数が少ないとは思いますけれども、共産と共闘を続けた方が良い 48.6%、 共産支持者に聞きました。まあ共産党員とか赤旗読んでる連中ですか、 84.7% が立憲と共闘を続けた方がいいって答えておりました。まあ産経富士、富士産経グループの調査ですからフジテレビでやったんだろうな。ネットの反応です。共産党逃がさないよ終わらない地獄が始まってんじゃん。そりゃ共産党は乗っ取るチャンスだもん。高齢化著しい共産は若返り目的で立憲をオルグするつもりなんだろう。まあオルグって勧誘して自分の団体に入れるっていう、まあ勧誘なんですけど、この場合は乗っ取りでしょうね。共産党支持者からしたら最後のチャンスだからな。これが分かっていない立憲支持者が半分近くいるんだ。まあ共産党と組んだら終わりだよというのが分かってないっていうのが半分いる。これが赤旗が言う多様性の統一。俺は自民支持だが共闘は続けた方がいいと思う。共産ジジババにとってはやっとできたお友達だぞ。何十年も一人ぼっちで戦ってきてやっとできたお友達、そりゃ話さないですよね。立憲支持者の中でですね共闘派が 48.6%、 独立派、つまり共産党と共闘やめた方がいいっていうのが 48.3%。 見事に真っ二つだな。これ立憲は分裂不可避じゃないの。共闘派と独立派で分裂、無理やり一つに固まってると
また内ゲバ始めて、また総括だなんつってやり合うから、現在立憲の議員数はですね、衆院96、参院44、合計140名いるみたいであります。衆も参も多すぎですね。多すぎだよなこれな。大魚は一口ずつ食え、もうあの丸飲みはできねえから、ちょっとずつ問題を解消しろ、困難は分割せよっていう格言通りですね。大魚は一口ずつ食えっていうのは確か聖書かなんかに載ってたような気がすんな。70-70ぐらいの2つになってくれた方が撃破しやすいですね。まあぜひ分裂してくれ、思います。共産支持者のほぼ9割が共闘賛成、これ結構圧倒的な数じゃないですか。大体日本人ってどっちつかずで、賛成3割どちらでもない4割反対3割っていう、これ刺身の法則って言うんですけど、それなりがちなんですけど、まあ、9割って圧倒的だな。共産ジジババにとってはやっとできたお友達。1959年の安保闘争からですね、62年、62年か62年だな、ずっとずっと落ち目だった共産員党員にとって初めて見る希望、星雲って感じですね。そりゃ死に物狂いでしがみつきますよね。 C 和夫ですらですね、共闘が叩かれるのはそれが正しいからねーんって言っちゃってますから、 C 和夫からしてやめる気ない、つまり不破鉄三はやめる気がない、必死で立憲にしがみつけと命令下しているものだと思います。共産が候補者を引いてくれたから当選できた立憲議員も多数いますね。そういう連中は共闘を続けたいだろうな、自分の地位しか考えねえみたいな、そういう連中が立憲には揃ってますから。で共闘を続けるとどうなるかっていうと、第三共産党化します。共産党の方がアグ強いからだんだん染まってきますね。第二共産党はすでに令和っていうのがありますんで、立憲は第三共産党になると思います。独立派は出て行って新党を作るなりするな、民民に入れてもらって乗っ取り企んだり、民民を乗っ取ろうね。玉木はですね、元立憲の議員を受け入れんなよ、議員一人増えたらピコーン政党助成金がいくらいくら増えるな、毎年もらえるやつかな、なんて浅ましい計算しないでですね、かつてですね希望の党を乗っ取ったみたいに、こいつらシロアリですから、内部から食い荒らしていつしか家がガダガダって連中だからね。同じく産経の記事、両党の支持層で、両党って立憲と共産ね、両党の支持層で最多を占めたのは70歳以上だった。そっか、最多の支持層が70歳以上になっちゃってんだ。立憲もネットの話、立憲関連すれでの擁護派の切れやすさは高齢者だったからか。老化す、脳みその老化でですね、本来のその人の人格が丸出しになってきたんて、若いうちはですね、理性で隠しておける自分の本性が出てきちゃう。酒飲んだりなんかすると、本性出てきたりする場合もありますけど、若いうちね。それが年取っていくと脳みそ老化して、いつでも本性丸出し。つまりですね、私のような適当などうでもいい人間は、ますます適当なじいさんになってですね、もともとがおごりっぽい、もともとが怒鳴っ切れやすい人間はますます切れやすくなる。あと酒飲むとケタケタ笑うような人は明るいんでしょうね。こういうのは
好かれる、周りからいつもニコニコして好かれるじいちゃんばあちゃんになると思いますけれども、立憲擁護派は認知が弱ってて話が噛み合わない。そっか、まあ使ってる言語が違うんだなって私は認識してますけどね。共産の活動しているジジババ見たら悲しくなる。特に真冬なんか寒い時、俺ですら寒いなって思う時にですね、俺も立派なおっさんですけど、全共闘とかやってたアホ世代だろこれ、反体制イコールインテリと信じてたアホ世代やね、僕は人と違うんだをこじらせた末路、戦争知らないくせに反対反対だもんな、マスク買い漁ってた連中だな、主張がワンパターンだし分かってたよ、年金受給者が大変だから給付金の小敷が受ける、野党はジェンダーフリーなんかより老人保健施設の充実を訴えた方が票を稼げるぞ、いう意見ありました。あと10年でほとんどいなくなっちゃう、生きてる間に立憲かっこ社会党、戦後すぐできてましたよね社会党ね、と共産の滅びが見たいです。あと朝日と NHK もね、これも戦後すぐできた、朝日は戦前からあるな、共産も戦前からあるな、NHK は戦後ですかね。定説なんですけど、国家の平均寿命は70年と呼ばれております。中国もいろんな王朝できましたけど、殷周秦漢とかですね、唐民金秦とかですね、いろいろありますけど、だいたい平均寿命は70年と、戦後日本っていう惨めな国家の終焉を見たいんですよ俺は。私は戦後日本っていう国家終わりにしたいんですよ、惨めだから。九条取っ払いたいな。連中が滅びれば可能だな、防潮法作ればですね、ますます加速するな、スパイ防止法のことですね、会見前に電波オークションと防潮法は必要だと思っております、確信しております。異論は認めますけどね、とにかく戦後日本っていう惨め国家を終わらすためには、安倍総理が言うところの戦後レジウムからの脱却ですよ、自虐しかももうやめろ、あの戦争は日本が 100% 悪かったなんていうのもやめろ、植民地支配なんかしてねえのに朝日とか共産党に、まずは植民地支配ガーって言われて騙されるのももうやめろって、惨めだから、それをですね終わらしたい、この平均寿命70歳の立憲と共産党支持者、このアホ世代、ほとんどの人はアホじゃないんですけど、こいつらがアホ、世代がアホっていうわけではありません、団塊世代がアホっていうわけではありません、それやってる連中が団塊世代においてだけで誤解なきようにお願いいたします。とにかく戦後日本っていう惨めな国家の滅びが見たいっていうわけであります、私の願いは。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。明日から動画しばらく休みます。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。